どうも皆様おはようございます第63回中央委員会にお招きをいただきまして誠にありがとうございます歴史の大きな流れを見ていただきたいというふうに思います人類がこれまでに獲得した崇高な価値命がけで獲得した価値それは私は自由と平等という2つの理念だと思います 過剰な規制によって社会の活力が失われてしまうようなときには自由という右足を踏み出す知恵を使ってまいりました。一方で格差が拡大をして社会に様々な歪みが出てくるようなときには平等という左足を踏み出すことによって人類は前進をしてまいりました。 人間で言えば自由と平等の二足歩行。必要な時に自由という右足を出す。必要な時には平等という左足を前に出す。そういう知恵が私は求められているというふうに思います。今、21世紀初頭の現代の日本において私たちに求められているものは何か。それは、新自由主義的な発想に基づく競争、 市場主義を徹底することではありません。働いても、働いても、暮らしが楽にならず、格差という言葉が現実のものとして感じられているというのが、日本の現状ではないでしょうか。そして、これは、グローバル化が進む中で、世界各地で共有されている傾向もあると思います。日本だけではなくて 世界中で中間層が危機に瀕しています。私は今こそ分厚い中間層の復活という社会ビジョンを高らかに掲げ、すべての人に居場所と出番を作るための政策体系を構築することが民主党が取り組むべき次なる大きな課題ではないかと考えています。そして その分厚い中間層を復活させるためにも、いくつかの大きな政策の軸を見定めなければならないと考えています。分厚い中間層を復活させる第一の軸、それは何よりも中間層からこぼれ落ちようとしている人、そして落ちてしまった人をきちんと戻す政策であります。これは 我が国が誇る国民皆保険、国民皆年金をきちんと持続可能なものにしていくことが基本となります。その上で、人生前半の社会保障の充実を図り、国民の不安を解消していくことが必要となります。子ども・子育て支援を充実させ、国民の生活に直結する社会保障を持続可能なものにするための 安定財源を確保するその端緒となるのが、先の国会における最大の課題であった社会保障と税の一体改革であります。そのためには、世代間の公平も図っていく必要があります。現在、最大の者弱者は誰か、それは将来世代だと私は思います。将来世代に対して責任を果たしていかなければ、 今を生きる世代の安心も得られません一部、増税先行との事実誤認の批判もなされています。しかし、成立した8本の法律は、子ども・子育て法案が3本、年金制度の改善に2本、社会保障制度改革推進法と税法2法であり、社会保障の機能が、機能を強化することが目的であります。 また、増税分はすべて社会保障に充てることが法律的にも、会計的にも明確になっております。これまでも、連合の皆様からは、政府としてのアピールが不十分であるとのお叱りをいただいております。国民の皆様がの理解が深まるよう、このような点を丁寧にかつ分かりやすく繰り返し、PR してまいりたいと思います。一体改革を進めていく上には、 いくつかの課題が残っています社会保障国民会議を早期に立ち上げ議論を深めていかなければなりません多くのご懸念をいただいている逆進性対策や価格転嫁対策にもしっかりと取り組んでまいります三党合意を踏まえ決して政局を優先することなく引き続き全力を挙げて一体改革を推進していく決意でございます 分厚い中間層を復活させる第2の軸、それは経済を再生させ、日本に良質な雇用の場を維持、拡大させていくことであります。そのためには、早期にデフレからの脱却を図り、日本経済の再生に確かな道筋をつけていかなければなりません。政権交代以降、4四半期連続でプラス成長を実現しました。 大震災による落ち込みの後、野田政権ではまた4四半期連続でプラス成長し、完全失業率4.2%まで改善しておりますが、昨今の世界経済状況や円高の中で楽観は許されません。復興需要が中長期の力強い成長につながるように、機動的な財政出動を含む切れ目のない経済対策に 取りり組んんでいかななければなりませんさらに、古賀会長にも参画をいただいた国家戦略会議で取りまとめた日本再生戦略を着実に実現させてまいります。特にグリーン、ライフ農林漁業の3分野を重点に、さらに中小企業の活力が活用できるよう、経済支援や海外転換を 展開を抜本的に強化をいたしますあらゆる政策を総動員して力強く日本経済の再生を進めてまいります分厚い中間層を付加させる第三の軸それはこの国に生きる人が元気を取り戻すことでありますそのためにまずは三つの元気を取り戻すことから始めることが大事だと思いますこれは メーデーでもお話を申し上げたことでありますが、第一は、一体改革の柱である、子ども・子育て支援を通じた子どもの元気です。二つ目は、地方の元気。日本のつつ裏裏で、故郷に誇りを持ち、自分が住む土地をよくしていこうという気概があふれなければ、私たちは寝なし草さになってしまいます。地域試験戦略や、 地方交付税の充実によって取り戻してまいりましたが、これからも地方の元気を感じられる人や町を増やしていかなければなりません。そして、働く人の元気。就職の不安がなければ、働く人の元気は生まれません。働きすぎや女性が活躍できない社会はもってのほかであります。65歳以上の高齢化率は、 24%ままで進み3人人に1人が非正規労働者となっています高齢者、女性、若者、障害者、すべての人を念頭に、全員参加社会を目指すとともに、G セントワークを実現しなければなりません。先の国会では、労働者派遣法、労働契約法、高齢者雇用安定法をそれぞれ改正をいたしました。 経済再生や良質な雇用の創出と相ままって、働く人を一層元気にすす。る仕組みができつつあります連合が提唱されている働くことを軸とする安心社会の方向を目指してそして民主党がまさに民主党らしさを発揮することによってこれからも子どもの元気地方の元気働く人の元気を取り戻すための政策を着実に進めてまいります。 野田内閣発足以来、東日本大震災からの復興、原発事故との戦い、日本経済の再生、こうした主要課題に取り組んでまいりました。引き続き、こうした課題が乗り越えられるように全力を尽くしてまいります。また、我が国を取り巻く外交・安全保障の保障上の課題についても、常に大局観を持って、冷静にかつ。 毅然と対応してままいりますこのように内外の国政上の課題が山積する中残念ながら先の国会ではねじれ状況の中で重要法案が残ってしまいました特例公債発行法案についてはどの政権であっても特例公債なしで財政運営することは不可能であります現在経費の執行を可能な限り 後ろ倒しする対応をとっていますが。このままでは、さまざまな分野で、大きな影響が出てまいります。この危機感を、野党にも共有していただき。次期国会で速やかに、可決すべく、野党のご協力が得られるよう。引き続き、呼びかけてまいります。継続審議となっている、国家公務員制度改革、四法案は、次の国会で。 早期成立するよう全力力で努力をいたしますまた、地方公務員制度改革法案については、国会提出に至りませんでしたが、先月、有権者による会議を総務省に設置し、検討を進めているところでございます。関係者のご理解を深めて、次期国会に提出すべく努力をしてまいります。さららにに国民の皆様をを求めるる以上政治家自らが身を切る 改革を進めなければなりません一票の格差是正と国会議員の定数削減を含む選挙制度改革についても着実に推進をしてまいります政権交代以降これまで民主党を中心とする政権だからこそ成し得たことも少なくはありません一方で未だ道半ばである政策が残っていることも事実であります党においては すでに次期マニフェストに向けた議論を積み上げております。幅広く地域や働く方々の声を伺い、党内、幅広く充実した議論を深めていくことで、改めて民主党らしさをアピールできるよう、政府・与党が一体となって取り組んでまいります。今後とも連合のの皆様の大大きききな絆を大切にし引き続き 忌憚のないご意見をいただきながら、私が先頭に立って、三つの元気を中心に。政策を実現をさせていく決意でございます。そうした大目的に資するよう。決断し、実行する政治を実現をしてまいります。引き続き。ご理解とご支援のほど。心からお願いを申し上げまして。私のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。